フローレス級砲艦はオランダ海軍の砲艦の艦級である。資料によってはスループに分類されることもある。本級はオランダ海軍が1920年代半ばに植民地であるオランダ領東インドの警備用に建造した砲艦である。フローレスとスンバの2隻が建造され、いずれもオランダ領東インドの島の名前から命名されている。第二次世界大戦の初期、 フローレスはオランダ本国、スンバはオランダ領東、インドにそれぞれ所在していた。その後領艦は連合軍側に脱出し、一緒に戦ったが、シチリア、サレルノ、アンチオ、ノルマンディなどの主要な戦いで活躍し、何度も激しい敵の砲撃、空襲を加えられながら生き残ったことで、恐るべき双子とあだなされた。小型ながらオランダ海軍艦艇で特に活躍した。 艦級の一つである。船体は、選手老型を採用している。主武装としては、クルップ製50口径5.9インチナンバー7、単装砲を棒立て付けで、背負い式に、全部へ2機、後部に1機の合計3機を搭載しており、艦型に比べ強力な砲火力が特徴であった。第二次大戦中には、レーダーの搭載や対空兵装の強化が行われている。オランダ。 メーフェイエノールト造船所で1925年1月13日、帰港。1925年8月15日、浸水。1926年3月15日、収益。1968年9月16日、除籍。オランダ、メーフェイエノールト造船所で1924年12月24日、帰港。1925年8月24日、浸水。 1926年4月12日収益。1956年1月1日除籍。宿泊館として使用の後1985年7月12日にスクラップとして売却。ありがとうございます。